角度がつかない、あとは自分の思っているよりブレが出てしまう、でスピンがかかりづらい。まず最初にはやはりボールとの距離を測ることですね。先で、はい、皆さんこんにちは、金子ゆきです。お疲れです。よろしくお願いします。今日は、フォアハンドで根元に当たってしまう人、初中級の人に結構いると思うんですけど、まあトランポリンの原理でいうとクロスには行かないよね。クロス行かないです ね真ん中に入っていく傾向が強いのかなと思います。クロス打とうとして真ん中に行ってしまう、ダウンザライン打とうとしてサイドに切れてしまう、ちょっとした誤差がやはり出てしまう。あとは意識してないラットショットですか。まあ根元に当たるとそういう球の球種になってしまう。でやはり一番スピンがかかりやすいのはこのトップの部分なので、スピン量が足りてないということは振り抜けない、こう小手先でコントロールしてしまう、まあ悪いスパイラルになってしまうって感じかな。そうですね、根元に当たると、あとは、じゃあなんで根元になってしまうのか、まあ悪い理由が分かったんで、なんでその根元になってしまうか、これはねやはりね、器用なこの小手先で調整しすぎるとそう根元になってしまう傾向があります。なので、まあ、体全体で打つことが、とても重要になってくる。まあもうここ体全体で打つっていうのはそれ以外でも重要だけど、そうですね、どういうふうに解決すればいいですか。やはり最初距離が近いで、距離測っても同じく上半身を遠いんじゃないかって言って上半身近づけて、実際のその距離は変わってない、感覚のズレをまず認識をしないといけないかなというふうに思います。まあ、まずあれですよね、根元に当たってじゃあ何が悪いのかってことですよね。そうですね、怪我のリスクもそうだし、角度がつかない、あとは自分の思っているよりブレが出てしまう、でスピンがかかりづらいので、やはりベーシックなそのトップスピンを打つためにはこのラケットの先で打てるようにしとく必要があります。まず最初にはやはりボールとの距離を測ることですね。このようにして遠くできるように、遠くで取れるように。今のは少し外に当ててから中にしてましたけど、まあ中に当たってしまう人は、まあ中少し離れて、真ん中もう少し離れて、同じ打ち方でトップで取れるように、打てるようにしてみてください。はい、で先の感覚をつかんだら、どこが一番ボールが飛ぶのか、この先っちょの部分ですね、ここで当たって、ここから自分の見える範囲で打てるよ、先で、はい、以上になります。今日はこのラケットのフェースのボトムに当たってしまうという方に対しての解決方法についての動画になります。結構ラットが得意な選手で無意識にやってしまう人もいると思うので、やっぱ注意が必要だなと思いました。無意識に逆クロスだったらね、効果的なショットなんだけど、これがクロスに行くともう本当逆効果になってしまう。でスペースが生まれてもなかなか決めることができない、でパッシングショットなどもやはりクロスコート打てないのでなかなか抜くことができない、ダウンザラインもサイドに切れてしまう、そういう方はボトムで当たってる可能性もあるので気をつけてください。なるわけじゃないのか、まあ大体そういう人ってクロスに打ちたいときにこう意図的にこう縦のスイングを入れるんだけど、まあそれもできないようなぐらいボトムだったらやはり、根本的にボールとの距離を変える必要が出てくると思います。はい、では以上になります。もしこの動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録、 SNS のシェアをよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。意外とですね、この根元に当たるってね、バックハンド得意にしてる選手がこのフォアハンドのこの
クロスが甘いというか、落ちてからセンター寄りに行ってしまって、あんまり効果のないフォアハンドクロスなってしまうので、